こんにちは。本日は鹿児島県にあるとある農園の方に行ってきたいなと思います。では本日もやっていきましょう。どうぞ。というところでたどり着きました。ここの道路脇にですね、このでっかいですね、浴槽があるんですよ。やばくないですかこれ。もうすごい湯船です。もう20人入れるんじゃないかってぐらい、100人風呂って感じです。で、渓流がありまして、でもこれはですね、どうもちょっと下まで取りに行けないので、とある作戦で、師匠と攻めていきたいなと思います。そんなもん、バケツ作戦です。今回用意しましたのがこちらのバケツとなります。で、ここにビニールテープをくっつけて、ここから投下していく作戦です。まるでなんかプロジェクト X を見ているかのような、この大規模な作戦に心をうずぐってます。はい、今からですね、投げバケツ作戦でこの道路下にある源泉を採取します。投下していきたいなと思います。はい、投下。はい、今投下されました。はい、バケツはうまく水を汲めるのでしょうか。はい、あ、うまく今採水されました。作戦成功です。投げバスケツ作戦成功です。はい、今回収です。わーお、源泉が取れました。すごい、師匠が取ってくださいました。こちらのバケツになります。で、味なんですけども、金属味の炭酸の甘みって感じです。おお、めっちゃいい匂い。はい、水温がですね、試射購入して約 45.0 リンです。で、 pH が試射購入して 6.10 リンです。2投目いきました。あ、完璧な採水です。すごいです。金メダル級の採水です。金メダル級すごい。あ、採水。はい、2投目が上がってきます。すごいです。あ、こういった採水の方法も皆様ありますので、ぜひ、ご活用ください。浴びれない、温泉はありません。師匠が今浴びます。浴びました。はい、これでワンカウントでございます。このバケツは閉じの方がいいみたいです。開けだとコントロールが定まらないようです。ということで投げたいと思います。投下。あ、くそ。ここからうまく源泉を、いけバケツ。あー、難しい。師匠のコントロールが凄まじいということが分かりました。いやー、あ、来ました。ここでうまく再生していきます。すごい、たくさん取りました。師匠のアカウント閉じ作戦で来ました。やりました。厳正です。で、このまま浴びます。最高。